んじゃった。今日だけでもう3回目です。痛い。ありがとうございます。先輩、優しいです。あの事件があってから初めて来ましたけど、すごく綺麗になってますね。私、シオファンが一日でも早く復興しますようにって、このハートちゃん人形にずっとお祈りしてたんですよ。お願いが届いたのかな。でも少し寂しいことに、前とはやっぱり違ってますね。え？だってあそこの柱の上にはランプの飾りがついてたんですけど、今はランプじゃなくてハートちゃんのお帽子になってます。復興と一緒にシオファンもパワーアップしてるんですね。すごいすごい。あ、そこもパワーアップしてますね。先輩の足元、ほら、ここにちっちゃなハートちゃんが。知らないんですか？隠れハートちゃんって言うんですよ。ドップちゃんとダックスちゃんも隠れているんですよ。こっそりと場所が変わったんですね。ここにいるのはハートちゃんだけみたいです。後で探してみますか？自力で探そうとしたら1日かかっちゃいますけど、でも楽しいですよ。見つけた時はすっごく嬉しいですし、見つけた時にちゃんと合図してくださいね。こうやるんですよ。ぴょんぴょん。見つけたらぴょんぴょんですよ。これは生まれ変わる前のシオファンの思い出ですね。